助けられたばっかりだな。いいかい、よく聞いて。鈴を返す前に神様を鎮めなきゃ。今のじゃダメなんだ。さっきみたいに私について歩いて。それで、お、音差あるじゃん。いつの間に。あの鉄塔の前まで来たら鈴を振るんだ。はい、わかった。はい、よし行こう。あぶねえ、ここでお姉ちゃんが死んでたらもうダメだったってことですね。これできなかったってことだよね。こんなのが見えてたのか。いやー、振ったって今。振った、ボスからはやめてよ。よし。はい。お願いします。お姉さんお願いします。こんなのが見えてたのかな。ここ。嘘だ。避けて。いや、ダメだ、来る。よし、ナイス。避けんのか、普通に。普通に避ける。なんだなんだなんだ、どうなってる。いや、まだあんの。あ、音差あるもん、あそこに。ちょむずいんすけど。あー、ここでもう先行っちゃうんだな。もう前に出る。やべえ、スタミナがねえ。これ空いたとこを行かないとダメか。別に急いで行く必要はねえってことか。はい、え、はい、よし。もう一回あるだろうな。大体3回って相場が決まってんだから、どっかにモンスターができてるはずだ。ああ、やっぶ。よし、行くよ。ゆっくり行ってもいいんだから。お姉ちゃん待っててくれるしね、ここ。なんとかこれ。やば、うえ。さあ行きますよ、ゆっくりね。下から出てくるやつはここら辺でもう避けておきたい。よし、終わったね、うん、終わったね。いやー、また来んのかよ。手が来るか。お、来ない。おら、しゃあ、一番難かった。さっきのボスより難かった。おお、うわあ、怖い。これで静まった。よし、鈴返そう。大丈夫？立てる？あれが神様なのかな？あ、知らねえんだ。神様を鎮めるってことだけ知ってたのか。あ、上にいるんだ。下から出てったやつ。進もう。もうそろそろ本当に返せるかな。何年か経った後にも君は私のことを思い出してくれるかな。いや、もう一緒に帰れないフラグ立ってんじゃん、それ。どこに返すの。うわ、なに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 。
お姉さんは普通に進めんだ。こっちだけ足が遅い。走れない。ライトは関係ないね。あ、肩を貸すよ。お願いします。あ、飛ばされないようしっかり捕まっててね。はい、あ、一緒に。ゆず、君は君はいつかもっと大切なものに出会うだろう。そんなこと言わないでよ。一緒に帰ろうよ、お姉ちゃん。あ、なんかいろんな植物が咲いてる、ここ。私のことなんて忘れちゃっても仕方ないよ。あ、根に持ってるわ。一回忘れて一年も忘れてたこと根に持ってる、これ。でも、いつかふとした時に。あ、なんか緑が出てきてる。私のことを思い出してくれるかな。当たり前じゃん。うわー、神様がいる。そうだといいな。返すって直接返すのか。祠とかじゃなくて。で、神様のこれ圧で押されてんのか。ゆず、鈴を返そう。鈴を掲げて。ゆず、怖くても手を下ろしちゃダメだよ。手掲げるあれはないからね。これは勝手にやってくれるでしょう。え？どういうこと？こういうこと？あ、どんなに怖くても勇気を出すんだ。鳴らせない。うわー、怖すぎんだろ。お姉ちゃんもいる。お姉ちゃんの呪い解いてくんない？神様。ゆず、ゆず、あ、よかった。さあ、お家に帰ろう。徒歩？飛んでくんない？こっちだよ。手をつなごう。はあ、来たね。お姉ちゃん飛べんだからさ。ああ、徒歩だわ。でももう神様の妨害がないから。あれ、ていうか穴開いてなかったっけ。ねえ、私何年経ってもきっと今日のことを忘れないよ。あの鈴の音も、君の手の温かさも。どっか行っちゃうみたいに言わないでよ。さあ、町へ戻ろう。覚えてるよね。目をつぶってまっすぐ歩くんだ。うわ、最初の。あ、そっか、帰る時のあれか。さあ、目をつぶって。はい、つぶれない。あ、勝手につぶった。ちゃんと閉じたね。よし、まっすぐ歩くんだ。いや、絶対ついてこないよ。横にいるね。いるよね。目はね、勝手につぶってます。
ああ、足跡もちゃんと見えてるね。なんかあのあれよ、自転車乗る時の練習みたいなさ、絶対離さないからねっつって、で一緒に行くからねっつっていなくなってたらやだよ。普通にいるよね。うわ、どんどん暗くなってる。いる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 。わかんない、もうわかんない、いるかどうかわかんない。でも足音は2つ分ある。着いた。うわ、眩しい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。しかもハイビルだよ、ここ。お姉ちゃん、もうあれだわ、文字送りもできない。うわ、すげえいい曲。うわ、夜回りさん。あー、お姉ちゃんだ。なんかあのあれだね、 NHK の朝ドラとかさ、それかあの昼の夏の昼ドラとかでかかりそうな。あー、この人、学校のね、学校の七不思議の、あ、これもこっくりさんのね。あー、巫女さんと神主の禁断の愛。これは花子さん、花子さんかな。あー、人でね。あ、海坊主だ。かかしと夜泣き石ね。なんだっけ、な、何石だっけ。あ、犬を信じるな。これはなんだっけ忘れちゃった。あ、屋上。ああ、それお母さんの写真か。で、小鳥。株式会社闇だって、かっこいい。ああ、麦。セガが協力してんの。ああ、これ神様ね、最後。はい、終わりました。夜回りさん、なんかワンツーよりなんか全然ボリュームもあるし、なんか話が深かったな。なんか二周回るみたいなところがちょっと面白いね。ああ、いじめ現場で、あー、虫、あー、ここ戻れんだ。やるやるやる。よし、選択肢を出すぞ。来た。食うわけねえだろ。お、蹴っ飛ばせ。まあ、蹴っ飛ばすまではしなくていいか。うん。これは昔の記憶だよね。
今だか今か、あ、あ、お姉ちゃん、あ、お姉ちゃんの影、一番最初だよねこれ。呪われるとこだよねこれ。おお、見上げちゃってるよ。え、もう大丈夫ってことこれ。お、鈴の音。はい、夜明け、次の日になったってことね。あ、セーブする。私の呪いは解けた。ああ、よかった。でも、でも？お姉ちゃんは、そうだよね。一緒に帰るっつったのにね。お姉ちゃんが残したものを探しに行ってみようかな。何？どういうこと？お姉ちゃんが残したものを？あ！なんか真ん中にお姉ちゃんと麦の絵、あった？こんなの。変わったかもね。お姉ちゃんが残したもの？何残した？はい、ちょっとやることリストを見てみたんですけど、お姉ちゃんを見つけたっていうのが入ってましたね。私の呪いはなくなった。でも今思えばいじめも呪いもあの空もすべてお姉ちゃんともう一度会うためにあったのかもしれない。いじめもか呪いもか。なるほど、ポジティブ。うわあ、右上の時計閉じてるよ。はは。まああとはなんかあれかな、やり込み要素というか、なんかいろいろメモが、メモとかパズルとかいろいろあるからね。そういうののことを言ってんのかもしれん。うん。パズルとかね、まだ全然あるしね。こういうのもね。これも一個しかないし。うん。まあ、これを全部埋めるみたいなことはやんないですね。鈴も持ってたな、今。鳴らせはしないわ。はい。ということで、これで夜回りさんの実況は終わりましょう。まあ、ワン、ツーと比べて本当にスリーでかなり深くなったなっていう感じはありますね。スリーが一番面白かったかも。まあ、ちょっと、お化け要素とかはどうなんだろう。まあ、なんかワンもツーもやってるから慣れてるっていうのはあるかもしれないけど、まあ最後の方はなんか結構軽々避けるみたいになってきますよね。あんまり怖さはないというか、ワンの時が一番怖かったかもしれない。その慣れてないっていうのもあって、ね、やっぱり夜道を歩く怖さというかね。はい、そういうのが体験できるんで、ぜひやってみてください。はい、ではこれで夜回り3の実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。